いつまで怒ってんだよいい加減機嫌直せって大地何でお前が怒んだようんープライドねねえそれっておいしい <laughs> そんな顔して見るなよ冗談だって。 そういういのあんまないかなプライドとかこだわりとか <laughs> バカそういう方が案外強いんだって多少ならいいけど持ちすぎると色々不自由になりそうだしなそう身軽なのが一番 <laughs> だからできるだけ持たないようにしてんだ それにそんなん持ったって腹の足しにもなんないし <laughs> ただ全くないわけでもないけど聞きたい <laughs> どうしよっかなー <laughs> ごめんって怒んなよ俺のこだわりは惚れた女は絶対に泣かさないってこと 今ちょっとかっこいいなって思ったでしょ思ったよね <laughs> えっ思ってないのおかしいな <laughs> まあ仕事してると色々あるよ理不尽の中を泳いでるみたいな気分になる時もあるしなうんもちろんクソって思う時もある その時うーん。そんな時は、ああ、いい経験したなって思うようにしてる。負け惜しみじゃなくて、今度のことも。あ、いや、ちょっとそれもあるかもしんないけど。でもさ、せっかく経験したのに、次に生かさなきゃ、損じゃん。だから、絶対次に生かす。 もうポジティブ人間だからな俺あ,あ能脳天気とも言うか <laughs> だからさもうそんな心配してくれなくていいから結構サバサバしてんだよ俺はほら見てそういう顔してるだろえー、今度は泣くんかい よしよしもうそんな泣くなよ俺まで悲しくなるじゃん俺は大丈夫だからもう泣きやめってな無理 <laughs> しょうがねえなじゃあここおいで ほ来いってよしよし大丈夫大丈夫心配しなくていいよお前ってさいつもは 穏やかであんま怒ったりましてや泣いたりなんかしないじゃん <laughs> それなのに今日はどうしたこんな泣いたりして悔しかったからうんでもこんなんよくあることじゃんねどうして <laughs> 分かってて聞いてるだってお前の口から聞きたいんだもんね教えてよ <laughs> 照れちゃって情緒忙しいね ごめん笑うのはよくないよなごめんごめんいやでもお前めっちゃ怒るんだもんまるで自分のことみたいにううん自分のこと以上に怒ってんのが嬉しくてさだから俺全然平気だよ かもうんかも少しはなでももう前向いてるからさ俺うんどうしてかなんもうんお前といると胸の奥の方が。 じんわりあったかくなる感じがするんだよ <laughs> そうお前といるとどうしてって <laughs> それ聞くあもしかして <laughs> さっきの仕返ししてんだろお前 <laughs> 泣いてる割に余裕あんな いや別に話そらしてるわけじゃんうんそれはやっぱりここに一番の味方がいつもいてくれるからだと思うどんな状況でも絶対に味方でいてくれる俺専属の 応援団前だけは俺のことを絶対に裏切ったりしないって自信というか安心感があるんだよなあれ <laughs> 違ってた俺が勝手にそう思ってるだけかなうん、そっか だから、もし、お前から裏切られたときは、いや、お前はそんな悲しいことしないな。お前に、愛想つかされるようなこと、俺がしない限りは、お前の方から裏切るなんてこと、絶対にない。それくらい、お前のことを信じてる。だから、頑張るよ。 <laughs> ずっと好きでいてもらえるように俺ねお前が分かってくれてたらそれでいいんだ <laughs> うん、うん、いろいろ全部 <laughs> 本当お前が彼女でよかったわ みたいなことがあるとさ再認識するなえうん俺は一人じゃないお前がいてくれるんだって俺前のこと絶対守るから何があった 一生お前のこと守るあれなんかプロポーズみたいになっちゃったな <laughs> それはまたちゃんとちゃんとさせて <laughs> ああこれは当分止まりそうにねえな アハ<ん> <laughs> に何どうちましたか <laughs> ありがとなそれに心配かけてごめん俺も前の一番の味方だからうん本当。ほんと 愛してるよ。